わけでですね、8月14日、新アマチュアのライブ聖地と言われております。深浦さん、これでそんな顔すると、リバティリゾート、仙台じゃなくてリバティリゾート、久能山。そう、仙台ってどっから来たの？なんとなくね。昔ね、九州から500台、北海道から500台、車が出発しました。どこで落ち合うでしょうって仙台っていうのはあったの知らない？知らないっていうか、もう説明の段階でわかるよね、それね。まあそんな感じでですね、ライブに臨む、大将の、お言葉を聞いてみたいと。はい、はい、それ何、ここのところにもう俺のやつが出てるわけ、その下にコメントで入るわけ。何を言ってんのかよくわかりませんが、ホームページの、もうホームページはもう局で、その下に入れてもらいたい。もうすぐ下に入れるつもりよ。というわけで上から人がご覧になってくる。この辺ね。天井にお前会長の写真はやめて貼ってある楽器屋なんてうちぐらいだろうな。あ、本当だ。壁にもだよ。そうだっけ、壁はまあよくあると思うんだけど、はい、会長の写真上から目線なんだよ。上から目線なんだね、あなたのな。会長、同級生の深浦君が、はい、会長が亡くなった時に、うん、俺に電話が来て、はい、どうって言うから、もうしょうがないねって話をして、うん、ただ俺はもうこれで頭を下げる人が人もいないから、うんうん、もっと伸び伸び生きさせてもらうと、ああちょっと今まで我慢しすぎたと。どこがだよ、本当だよ。で、ただ追悼のライブをやってくんねえか。ああ、いいことですね。でも予算が発生するから、うん、いやいや、だから金はうちの会社が出すから。おお、いい会社だな、リバティ、うん、すごいね、いい会社だね。よかった、同級生で。まあいいか。で、僕の一番好きだったブルージーンズ、うん、はいはい、いつものメンバー、キーボードの延田さん、はい、ドラムが松森君、はい、あとギターが内田光君と篠崎さん、はいはいはい、それとベースがね、今回はあのバカテクの高木さんなんだよ。あ、高木さんが、はい、あ、本当に、うん、だから、本当に、はい、で、あと肝心な人がもういねえだ、キーボーディスト延田さん、一番最初に言ったじゃん。本当、はい、安倍ちゃんがいたわ。安倍ちゃんボーカルで、安倍ちゃんボーカル、やつはさ、うん、うまいね。うまいよ、かっこいいもん。かっこいいよね、うん、でも前よりね、かっこいいが上に来る方がいいんだよ。でも、うん、やつは、うん、静岡では、うん、タイのおかまちゃん、タイのおかまちゃん、そう、ある水商売のママが、うん、磯ちゃん、あの歌を歌ってた子、あのタイのおかまちゃんみたいで、うちでも歌ってくれるかなって言ったから、どこでも歌いますよって言った。それから俺がタイのおかまちゃんって紹介するようになって、静岡の人たちは俺が出てるところで彼を使わせてもらった時のお客さんは、タイのおかまちゃんの方が圧倒的に多い、思ってる人は。どうなんだろうね。いや、真相は明らかではな、うん、されてはいないけど、うん、おかまであってもおかしくないと思う。怒るよ、阿部ちゃん。おかまです。まあ、はじめちゃん、人気が出れば何でもいいのかな。そうです。わかんないけどね。まあ、そんな感じで、はい、8月14日。8月14日。深浦君は、はい、無観客でもやると。無観客でもやると言ってましたね。コロナには負けないって。ああ、もう。だからって言って、無観客じゃ俺やんないもん。俺がやらんと。あそこのすごいのは、うん、もうそういうイベントを何度もやるから、もう野外にステージを常設で作ったことと、ああ、そうね。で、うちの、手抜いても、それでも、1万人クラスの音響が、セットされますから、なるほど、それは素晴らしい音域だと思います。そうですね。はい、それで、何よりも雨だと、ライブハウスがあるんです。そうね。そこへ逃げ込むという。そうね。30メートルぐらいしか離れてないもんね。そうそうそう。だから、何とでもなるあそこ。どうにでもなりますね。素晴らしい施設ですから。ね。まあ、お風呂もあったんだ。お風呂確かね、その日はね、半額かなんかになるんじゃなかったかな。やたらなこと言わないなんかね、書いてあったよ。本当、うん、前回はそうだった、まあ、半額かどうかわかんないけど、たらいっぱい来すぎちゃって、汚い人が来るからやだって言ってた。意味わかんねえ社長だな、おい。やっぱね、例えばタダとかにすると、なんか絶対に
ケツみたいな人も来ちゃうんだって。どっかから聞きつけてね。そうそう、うん、だからね、あんまりベラボーに安くない方が、その掃除の問題とか、あ、まあそりゃそうだと思いますよ、思うよ、うん、俺みたいに風呂で証明した人いるけど最低だなおい蒸発するからね死ねえとさっきも若い衆にお前もすりゃいいんだよとかわけわかんねえことで心境を見てくればいいよということで、はい、お待ちしてます。はいはい、入場無料。入場無料。時間は何時からですか。まあ、3時頃来てれば。3時頃来てください、うん、はい、なんかビーチパラソルとかいっぱいあって、そうね、アイスね、アイス買って食って待ってりゃいいと思いますよ。はい、はい、あとまたキッチンカーみたいに出るんだよね。どうなんだろうね。出ないな、分かんない、出ると思うけど、うん、なんだかんだ、まあ、ただあのアルコールは出せないでしょ今。まあね、うんうん、そうね、まあまあコロナでビビってみんな店畳んじゃったりしてるからさ、31日まで休みの店って結構多いみたいな。あらあらあら、ね、今ね、まあそういうことで、5時ぐらいまでには終わる予定なんで、はい、はい、そうそう、あ、結構長めにやってくれるんだ。いやいやじゃねえだろそれはそれで、はい、はい、よろしく、はい、まあ、楽しみですね、はいはい、お願いします。はい、ニュ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 ニ